はいどうも、ファミリーグランパスくんのお時間です。今日もね、ご視聴していただいてどうもありがとうございます。今日はね、えー、名古屋グランパス、えー、コンサドーレ札幌とですね、あの、トヨタスタジアムで対戦しております。えー、15時03分キックオフということで、えー、4月の10日になっ,やっております。えー 今回の、えー、振り返りもしていきたいと思います。えー、まず結果から。残念ながら0対2で、えー、グランパス敗れてしまいました、えー。ホームにもかかわらず、えー、こういった残念な結果っていうのはみんな肩を丸めて落ち込んでいる状況でございます、えー。ファンの皆様もですね、えー、非常に落胆の 様子がですね、結構見て取れるわけなんですけども、えー、まずその戦表の方、えー、まずまとめとしていきたいと思いますけども、えー、名古屋は直近の対戦で3連、三戦連勝と、三連勝中と相性の良い札幌をホームで迎え撃つも、序盤から苦戦を強いられる。それでもマテウスの個人技を軸に攻撃を展開し、幾度か決定機を喪失して応戦。だが、 後半開始早々にフリーキックから先制点を献上するとパスワークやプレス回避に苦戦しさらに相手のペースに中島のゴールでリードを広げられた後も前節同様に逆転を狙って森下、千夜湖、ソ馬マラ途中出場の選手たちが奮闘したが最後までネットは揺らせず今季初の連勝とはならなかったということで今回ね、えー、この、えー、負けでですね 負け越しにまたなってしまいましたね。えー、またこれから、えー、一からやり直しといった状況じゃないですかね。はいえー、今回は、えー、個別でまた見ていきたいなと思いますけども、えー、まずトッププレーヤー、シュート、シュート部門、えー、トップ3、えー、札幌フォワードの中島選手、えー、宮澤選手、ここで酒井。 のり選手が出てくるわけなんですね。え合計シュートが、酒井選手は3本シュート打っていますね。はい。得点がないということで3位になりました。はい。得ダイビングヘッドはすごかったですね。でも酒井選手の。あれは綺麗で、あそこ決めとったら、分かんなかったな。今回の試合。はい。 えー、パスですね。高峰選手が81本。宮沢選手と福森選手ということで、名古屋グランパスは名前なしと。はい。じゃあその成功率。えー、また高峰選手。青木選手出てきました。青木選手。70、87.9%。えー荒野選手と。これも札幌勢ということで、青木選手の元気な姿が見れたのも、まあ、 好中の幸いということで、青木選手とね、シャビエル選手、GX 選手が、えー、元気でしたね。嬉しかったなはい。えー、パス。アタッキングサードでのパスを、成功率が、えー、マテウス選手を出てきましたね。20本。えー、小前選手と金子選手。これも札幌が、えー、多いですね。札幌選手が。はい。ドリブル。 はカストロ選手だけですね、えー、ルーカス選手と菅選手ということで、えー、クロスも菅選手で、えー、マテウス・カストロ選手が3本、同、え、一、ー、で、えー、あと金子選手ということで、やっぱ名古屋グランパスの名前がやっぱ少ないんですよね、こう見ると、えー、タックルも高峰選手、えー、金子選手、 えー、レオシウルバー選手がここで出てきて、えー、ファール、これもいい、ね、あんま良くないかもしれないですけど、えー、高峰選手が、高峰選手、いいこういうタックルとか、ねめちゃくちゃこういうポ,ポジティブなこのパス成功率と、ねパスとシュートにも出てくるんですけど、まさかのファールも上位を取るということで、3回ですね。 あと、田中俊太選手と酒井選手ですね、はいえー。グランパスのスタメン、えー、ゴールキーパーランゲラック、右、えー、宮原選手、中谷選手、藤井選手が2バックの左の、えー、吉田選手ですね、はい。ダブルボランチ、レオシルバー、えー、稲垣選手。で、先頭選手と、えー、マッテウス選手。 とこ谷選手がトップしたか、で酒、えー、井選手がフォワードという形になっております。はい、ここにもありますね、シャビエル選手と青木選手、えー、今回、レギュラースタメンで、えー、出場しておりました。はい、えー、結果としてはね、えー、非常に残念でありましたけども、内容としても非常に、えー、残念で、ですね、えー、もうちょっといいとこがないとですね厳しいかなと。 えー、掲示板の方も、あれにあれってございますので、そちらの方を今日もご紹介していきたいと思います。ではそちらの方に切り替えていきましょう。<laughs> はい。えー、では掲示板の方に飛んできました。では早速、えー、読み上げていきましょう。これ20時の24分なんで、今21時、えー、16分、えー。そこまでの間の掲示板。めちゃくちゃ面白いんでね。あのー、これが一番、あのー、面白いところじゃないですかね。この チャンネルの、他力本願で申し訳ございませんけども。はい。えー、では、ただただ読み上げていきますけども、えー、私の思うところ、感想のところも机加えながら、えー、聞いていってください。はい。えー、実は多くのファンが思ってることなんですよね。よく言ってくれました。まあここのちょっと前後文があると思いますけど。しかし、風間さんは昇格してくれたらすぐ押したりを放出した。あれは大森さんの仕業、仕業ということでよろしいか。僕的には押したりは、やん、 やむちゃんのような存在だと思っていていろいろと笑わせてくれたしその存在感が微妙でした間違えました絶妙でした微妙絶妙失礼しました <laughs> ありがとうございますはい来たね来たねなぜ長谷健監督がやばいのかは切り替えの遅さ間延びする選手間の距離チームとしてのプレスの書き方これらの課題が全く修正されず放置されたまま 個人の能力に、個人の能力に頼る論理的なコンセプトが薄く修正力に欠ける監督。以前なら気合でやることなんで何とか通用したかもしれないが、ポジショナルプレーをはじめ進化したやり方が J リーグでも浸透しつつあり、もはや通用しないのは明らかではと。なかなかの確信についた、えー、いいメッセージじゃないですかね。はい。 はい、名古屋のフロントに川崎のフロントのような体制と理解力があればおそらく今でも続いてたと思うフロントが早急な結果を求めていたから風間さんは無理だよなるほどねそういった忍耐強,力強さっていうのは一つコンセプトの貫くというところが大切なんですねはい長谷川はって <laughs> 呼び捨てなっちゃった <laughs> 長谷川は基本的に選手個々の立ち位置の修正はせず変わったストロング持ってる選手へと 選手を交代する残念だけどそういうことしかできないよだから悪い時はとことん悪いし流れが良ければそこそこ形になっているように見せかけられるそれが東京末期現在の名古屋での長谷川のサッカーなるほどね今日の堺のダイビングヘッドは叩きつけられたら入ったかもねなるほどねこれもたらればですけどね はい。えー、結果が出ないとアグレッシブとか熱くとかの精神論ばかりのインタビューがイラッとくるよな。さすがに選手にはそれだけではないだろうけど。なるほどね。インタビューの内容ね。もうちょっとアグレッシブとか、もっと激しくとか。そういったとこじゃないんだけどな、って思うわけですね。はい。ガンバの解任理由。長谷川監督になり攻撃サッカーが薄まったから。 なるほどね。攻撃サッカーが薄まったっていう会議の理由、えー。こんなことなら風間さんの6年目見たかったな。僕もね、個人的には風間さんのサッカーは非常に面白かったなって思うわけなんですけどね、実は。はい。言われないようなサッカーしてくれって話を。はい。いろいろね、いろいろ言われることをしないような。プレスが連動していないから、酒井が行ったところで簡単に剥がされるだけって印象。システム、選手配置を変えないと。 このままになってらしまうぞ。確かにね。それを言っちゃおしまいよ。知恵を貸してくれいまさか精神樹樹の種を植えるわけにはいかんのでね。長谷犬はルヴァンもう捨ててそうだから人選や戦術を試してほしい。なるほどね。そういったところで試して芽が出るように、えー、しっかり種を植えてほしいと。 なんだかああしろこうしろどんだけ上から目線のもの言ってんだか恥ずかしいいろいろありますねそうなのだったらもっと出してくれてもよくないこの状況になるのはなんで赤字なんでしょう結局感覚を麻痺させていくのかないのかまだクリーンシート快感の感情はあるけどそのうちなくなってそう 東京は動きが早かった去年の秋ぐらいからミックシーがチームの運営権を持つのが確定しててその時から長谷健さんのやり方はやめてみて面白いサッカーにしようとして動いていただから去年昨シーズン終わり前に監督はアルベルさんと決めて新戦力もアルベルさんのやり方に合いそうな選手を取りに行っていたなるほどねフロント陣とのその融合ねうん 名古屋のサッカーオワコンですね。今はかなり辛い状況のようです。やはり、えー、私だけではないですね。名古屋の、えー、ファンの皆様。今はですね、我慢するときじゃないでしょうかね。ここはですね、長谷川監督のしっかり切り替えた部分を、えー、期待したいところでございます。まだね、あのシーズンは始まった序盤の えー、数試合を消化したばかりです。まだまだ先ありますので、ここから長谷川監督がどう修正して、えー、改善してくれるかっていうところを期待して、我々は我慢強く、名古屋グランパスの背中をサポートしていきましょう。はいでは、ねまえー、今日は以上で終わりたいと思います。えー、このチャンネルが少しでも良かったな、面白いなと、応援してくださる方はグッドボタン、コメント、 チャンネル登録の方よろしくお願いします。では終わります。ありがとうございました。